今日も今日とてサウナに行く。サウナに通い始めて平熱が1度上がった僕からしたら、もはや欠かすことができない日課である。もちろん健康にもいいのですが、気持ちいいのが一番なんですけどね。さて、今日はどこのサウナに行こうかな。楽しみだ。とその前に腹ごしらえ。今回は川虎さんにやってきました。開店直後ですが、もう席が埋まってます。まあどのメニューも大当たりなので、いつも悩んでしまうんですよね。そして今回も王道の唐揚げ定食を注文。削除はジューシーかつ大ボリュームの唐揚げ、これは白飯が止まらない。28歳ですが、まだまだ食欲旺盛です。ごちそうさまでした。お腹は大満足なんですが、サウナに入る前にちょっと消化を促したい。というわけで角館の街をちょっと散策。紅葉も楽しみにしていましたが、まだちょっと早かった感じですね。古き良き日本の文化といいますか、風情ある街並みというのはほんと心が落ち着きますね。角館の看板犬武家丸。いやー、まず名前が可愛すぎるって。ちょうどお昼寝時だったのか、すやすや眠ってましたね。いやー、めっちゃ可愛い。毛をもしゃもしゃしたい。そして角館といったら、こちら秋田プリン亭も欠かせない。とはいえ僕はこちらのプリンを食べたことがないので、ワクワクしますね。シンプルなプリンから創作プリンまでいろいろあるんですね。というわけでこちらのレトロとピスタチオをチョイス。ピスタチオも変わり種で美味しかったんですが、なんといってもこちらのレトロ、固めで口の中でとろける食感は最高でした。さて、プリンも堪能したところでいよいよサウナですね。今回やってきたのは角館温泉さん。角館の街中にあるので、観光途中にふらっと寄ることもできますね。こういう観光地に一軒サウナ、温泉施設があるっていうのは嬉しいですよね。外観もそうなんですが、黒や茶色を基調としたシックで落ち着いた空間。角館の街並みともフィットした最高の雰囲気ですね。奥には宿泊棟も完備しているとのことで、ゆったりと過ごせそうですね。さて、それではサウナ行ってきまーす。さあ行くぞ。いやー、というわけで今回も蒸され散らかしてきました。いやー、たまんなかったな。ポカリもうめえ、染み渡る。というわけで早速ですが、今回のサウナのポイントをまとめていきましょう。まずは茶室なんですが、大浴場内ではなく脱衣所に併設しているという珍しいスタイル。室温は約 92,3 度で熱々、湿度は低めのカラカラ系で年季もかなり感じられるため、昭和ストロングスタイルといった感じですかね。テレビなしのコンパクトな茶室なので、静かにじっくりサウナを楽しむことができますよ。続いて水風呂ですね。こちらは大浴場のど真ん中に家庭用の浴槽がドドンとあります。水道水かけ流しで水温は約18度くらい。季節にも左右されると思いますが、キンキンで気持ちよかったですね。一人用の小さな浴槽なので、ゆったり浸かれるといった感じではありませんが、体がすっぽり収まる感じはいいですね。最後は休憩です。露天風呂や外気浴スペース、専用椅子などもないので、洗い用の椅子に腰掛けます。椅子やデッキチェアがない分、ゆったりとはできませんでしたが、ふーっと一息。欲を言えばコンパクトでもいいので、外気浴が楽しめたらよかったですね。最後に変なおっちゃんを紹介します。茶室内で漫画を読んでいたおっちゃんなんですが、僕がもう上がろうと大浴場の扉を開けると、扉の目の前にあるバスマットに座りながら漫画を読んでました。脱衣所にはベンチもあったんですが、いやー不思議なおっちゃんでしたね。休憩設備は今一つでしたが、コンパクトで静かで熱々のサウナ、自分と向き合いながらじっくり楽しめるこちらはかなり好みでしたね。また角館観光のついでに足を運んでみようかな。というわけで秋田市に戻り夕食。今回は秋田市民市場に併設している一番寿司さん。お昼は超ヘビーだったので夜はあっさり締めよう。レギュラーメニューはもちろんですが、やっぱりおすすめメニューは惹かれますよね。まずは大好きなサーモンとしめ鯖からスタート。ここからエンジンをかけていく。気になっていたのがこちらの生牡蠣の軍艦。牡蠣のお寿司は食べたことなかったんですが、プリップリの牡蠣が口の中でとろけて最高だったなぁ。というわけで海の幸をとことん堪能。今日も最高の一日になった。次はどこのサウナご飯に行こうかな。